ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回はスパロボにおけるインフィニットジャスティスガンダム。その活躍をランキング形式で紹介していくわ。シードといえばフリーダムとジャスティスだな。デスティニーでもその存在感は健在ね。しかし、フリーダムじゃなくてジャスティスに注目ってのも、なかなかニッチな気がするな。あらどうして？やっぱ主役はキラだし、なんか地味な印象だぜ。インフィニットジャスティスに関してはそうでもないわよ。デスティニー本編をよく思い出してほしいんだけれど、真のデスティニーも、ルナ・マリアのインパルスも、なんならミネルヴァもとどめを刺したのは、このインフィニットジャスティスじゃないかしら。まあ混戦だったから誰が、って厳密に言うとあれだけど、言われてみれば確かに。また、アスランはシードデスティニーにおいて、真の上司であり、キラの旧友でありという、非常に難しい立ち位置なのよね。板挟みになってるんだな。そのアスランの立ち回りも注目ってことで、このインフィニットジャスティスも注目してくわよ。なんか強引な気もするがわかったぜ。では早速見ていきましょう。まずは第3次 Z の天国編を一応紹介しておくわね。一応ってなんだ一応って。インフィニットジャスティスは姿を見せるんだけど、ストライクフリーダムの武装の一部として、なのよね。え？召喚武装ってやつか？その通り、フリーダムとジャスティスといえば、コンビネーションアサルトという合体攻撃が最強武装なことが多いけど、今作でコンビネーションアサルトはフリーダムの通常最強武装。使うと、どこからともなくインフィニットジャスティスが現れるわ。なんかかわいそうだぜ。ちなみに、シードデスティニーから参戦してる機体は、ストライクフリーダムとデスティニーのみ。2機だけかよ。デスティニーの方には2種類のザクトレッドコンビネーション。それぞれルナ・マリアとレイを召喚する武装があるわ。まとめてみんな召喚扱いなのか。第3次 Z はタップバトルシステムが採用されてるので、期待出してもいいんじゃ、と思うかもしれないけど、参戦作品もかなり多いし、結果的に弾き出された感じね。それじゃあ活躍って意味だと最下位になっちゃうよな。ちなみに前作の地獄編では完全に舞台と別行動をしてて、影も形もなかったわよ。それよりはマシか。Z シリーズは1作目からデスティニーは参戦してるけど、徐々に存在感がなくなってった印象ねー。とほほ。まあ武装としてはストライクフリーダムの最強武装で、B 武器かつ射程が3までと結構使いやすいわね。ただ気力が140必要で消費 EN も60と重め。まあ性能が良くてもインフィニットジャスティスとしては、ちょっと残念な扱いね。続いては第2次 Z の破壊編よ。さっきの話通りの展開だな。第3次 Z よりは良いって感じ。デスティニーのストーリー自体は Z で完結しているので、原作終了後参戦ということになるわ。さて性能だが、どうしても気になっちゃうのは装甲の薄さ。なんとフル改造でも1500となっているわ。今の基準だとだいぶ低く感じるな。他のガンダム勢と比較すると、ダブルオーは1700ぐらい、X も1800ぐらいはあるわね。他の自分だと、オーガスと同じ値になってるわ。オーガスと同じって聞くと余計低く感じるな。もちろん、バリアブルフェーズシフト装甲があるので実際に受けるダメージは落ちるけど、とはいえ油断は禁物ね。EN も消費しちゃうしな。運動性は175と高く、アスランのシードで回避が 20% 増加するので、かなり避けてはくれるわね。やっぱシードの効果は大きいな。武装面ではファプム01がやはり強力ね。B 武器で射程が2から5、バリア貫通を持ち、威力は10段改造で6000になるわ。それでいて110という気力で撃てる軽さが魅力ね。最初からそんだけ射程ある B 武器ってのは貴重だな。EN 消費は45と重めだけど、インフィニットジャスティスの場合他に EN 消費するのがビームサーベルか、合体攻撃のコンビネーションアサルトぐらい、EN 回復もあって、カスタムボーナスで回復量が中になるので、ストライクフリーダムよりは燃費がいいと言えるわね。ストライクフリーダムは確かに ENV なイメージだ。コンビネーションアサルトは P 武器かつ射程が4まで、威力も初期値で5000と高いわ。こちらも重要ね。やはりフリーダムとセットで運用していきたいな。フリーダムもドラグーンフルバーストが P 武器で射程が長いタイプなので、運用方法は割と似てるかもね。ただあちらにはマップ兵器があるわ。その差はちょっと大きいかもな。でも、この性能なら結構活躍できそうだけどな。ただそこは第2次 Z ならではの悩みというか、悩み？ Z から第2次 Z で、ほとんどの作品が続投してるんだけど、そこに第2次からの新規参戦が加わってて、単純に期待数が多いのよ。それでいて招待制じゃなくなってるので、レギュラーの競争がかなり激しいわ。なるほど、となるとこの性能でも、人によってはレギュラー落ちになりかねないわね。あとやっぱり、原作終了後参戦なので、まあそのマップにゆかりのある機体を出撃させたいよな。そういう面もあるわね。これは機体の問題とは違うけど活躍はちょっと減っちゃうかも。難しいとこだな。
ということで再生編なんだけど、機体性能に関してはほぼ同じね。ってことはどこで差がつくんだ？機体の基礎性能はほぼ同じだけど、武装、そしてカスタムボーナスに変更があったわ。これで使い勝手もちょっと変わってくるわね。そんなに大きな変化だったのか。ミーティアとの合体攻撃が2種類追加されたわ。近距離攻撃のミーティアソード、遠距離攻撃のミーティアフルバースト。どちらも威力が高く、それでいて消費 EN は40と燃費が良いわ。あるとないじゃ大違いだなそりゃ。加えて、カスタムボーナス。破壊編の時は EN 回復の量が上がるというものだったけど、再生編では合体攻撃の威力がすべて400アップになったわ。合体攻撃を使えって感じの調整になったんだな。コンビネーションアサルトは相変わらず存在してるし、ミーティアとの合体攻撃もこれで強化されるので、いかに合体攻撃を使うか、という期待になったわね。ってことは単純に攻撃力が底上げされたとも言えるな。一方、EN 回復量が小のままなので、破壊編感覚で使ってるとガス欠になっちゃうこともあるわね。まあそこは育成や改造でなんとかなるしな。第二次 Z に登場する次元銃はかなりタフな強敵なので、こういった強力な攻撃で早期決着を狙う必要があるわ。ってことは嬉しい調整だったんだな。ただまあ悩みも相変わらずで、機体数の多さに対して出撃枠が少ない。そんな中でストライクフリーダムとセットで出撃させるかどうか。また競争が激しいんだな。何度も言うけど別に弱いわけじゃないの。ただ、他にもたくさん強い機体がいる中で、レギュラー入りするのはちょっと大変という。こればっかりはしょうがないな。ストーリー面では、アスランのキャラ付けがちょっと変わってて、女たらしみたいな扱いになってるわね。モテるイメージはあるけど、そんなチャラくも見えないがな。あくまで周りの印象ね。いろんな女性に言い寄られてはぐらかしてるみたいに見えてたみたい。アスランと試着本位だろうな。この扱いは Z シリーズでずっと続いてて、第3次 Z でも言われてるわね。まあ余談ではあるんだけど。続いてはスパロボ V。今作のシードデスティニーは初参戦のクロスアンジュと関わりが深いわ。何回外にも思われる組み合わせだな。今回もデスティニー勢は原作終了後参戦なんだけど、その経験を生かして、まだ未熟なクロスアンジュの面々に助言するなど、ちょっと成長した姿で書かれるわ。原作見てた人からしたら嬉しいだろうな。また、設定上のつながりも用意されてて、フリーダムとビルキスのデザインが似ているのには理由があったりと、クロスオーバーも豪華ね。面白いなそういうの。ストーリー上でも、デスティニー勢はアルゼナルに協力してて、たびたび共闘してるわね。そしてアスランは相変わらず女難というか、ここでもか。ロザリーやクリスに一目惚れされて、そのせいで他の女性にはやきもち焼かれたりと、まあ苦労してるわね。イケメンは辛いぜ。で、肝心の機体の性能について、インフィニットジャスティスはやはり格闘特化型になってるわね。ストライクフリーダムと住み分けが行われてるな。ファプムゼロワンの性能は Z シリーズとほぼ同じ。B 武器で射程が2から5という形ね。そしてミーティアとの合体攻撃にコンビネーションアサルトもあるわ。おおむねいつも通りだな。今回違うのはカスタムボーナス。移動力と射程が両方1プラスされるわ。となると、ファプムゼロワンは射程が6までになるってことか。B 武器でその射程はなかなかすごいわね。元の移動力は6と平凡だけど、これが7になり、アスランは加速もあるし、何より V はエクストラカウントで最高動が行えるわ。うまく使えば1ターンですごい距離移動できるわね。システムとの相性はわりかし良さそうに見えるな。ところが、このシステムとの相性、良いのはインフィニットジャスティスだけじゃないのよね。というと、ストライクフリーダムとデスティニーの、この2機も、割と近い性能してて、システムとの相性がいいのよ。なんなら、ジャスティスよりも合ってるとも言えるわ。そうなのか？どちらも最強武器は P 武器で有射程。ストライクフリーダムはマップ兵器もあるのでさらに撃墜で移動しやすいわ。またジャスティスは最大射程が5、カスタムボーナスで6だけど、他の2機はどちらも6から7があるわね。言われてみれば、ジャスティスにできることは2機ともできちゃうのか。また、エースボーナスについても、アスラン、キラ、神話全員、シードの発動気力が下がるわ。そして、それぞれ別の補正が入るんだけど、キラは最終回避率、神話移動力、そしてアスランは命中率が上がるの。確かにその中だと命中率が上がってもという気はするな。官能とか別キャラから上げられるし、精神でも上げられるし、それより恒常的に回避、移動力が上がる方がお得に思えるわね。トータルでフリーダムとデスティニーに軍配が上がりそうな感じかな。ただ細かい差ではあると思うわね。続いては携帯機の系。今作はストーリー再現もあるので単純に出城が多いってのもあるわ。原作終了後だとどうしてもな。で、携帯機シリーズの特徴として、合体攻撃の威力が高いというのがあるわ。そのため、合体攻撃があるインフィニットジャスティスの評価も、
それに合わせて上がるわけね。なるほどな。今作、武装としては、遠距離攻撃のハイパーフォルティス、最強武器のグリフォン2、この二つが重要。ハプム01じゃないんだな。ちょっとややこしいんだけど、インフィニットジャスティスが背中に背負ってるあれが、ハプム01。そしてそこに積んであるのが、ビーム砲であるハイパーフォルティスと、ビームブレードのグリフォン2ってこと。それぞれ個別の武装に分かれたんだな。それによって遠距離対応もできるってのが末置き機との違いかしら。そういう違いもあるのか。ただ問題は燃費の面。ハイパーフォルティスは30、グリフォン2は80も EN 消費しちゃうわ。結構重いな。そして合体攻撃に至っては、ミーティアもコンビネーションアサルトも100を超えてくるわね。その辺の改造、ケアしないとすぐガス欠だな。それでも、アスランは魂を持ってるし、シードの効果で最終ダメージが 25% も上昇するので、攻撃力はかなり高くなるわね。シードの効果も作品によって差があるよな。Z シリーズは 1.1 倍なので、こちらの方が上になるわね。また、アスランは信頼補正の対象が多くて、シード関連の大半から補正が受けられるわ。行く先々でちゃんと信頼得てるアスランらしいぜ。EN の問題はあるけれど、かなり攻撃力もある必要いユニットだと思うわね。続いても携帯機からスパロボ UX。今作のインフィニットジャスティスはより近距離格闘に特化してるわ。今までも結構特化してたけどな。今作では、まずハイパーフォルティスがなくなってるわね。そのため、通常の最大射程がビームライフルの4よ。そりゃかなり短いな。武装もほとんどが P 武器ね。そして、ハプム01にはなんとマップ兵器版が追加されたわ。マップ兵器それは大きいな。ストライクフリーダムとの差が埋まった感じがするぜ。いつもそこで差をつけられてたからね。このマップ版フォルティス01は最大8マスまで届いて、格闘属性になってるわ。格闘属性のマップ兵器も案外珍しい気がするぜ。今作の場合、バルカンとビームライフル以外すべて格闘属性になってるわ。本当に格闘特化だ。そして、UX ということでタッグを組んだ際の期待ボーナスも重要。強化パーツの代わりになるんだったな。インフィニットジャスティスの場合、格闘武器の攻撃力、運動性宇宙的性、最後に移動力ね。こっちも格闘よりなんだな。合体攻撃の関係上フリーダムと組ませたいところだけど、この期待ボーナスを活かすなら、スーパー系や、オーラバトラーと組ませるのがいいかもね。合体攻撃が打ちにくくなるが、トータルの戦力としてはそちらかな。注意点としてはやはり燃費。今作、ビームサーベルでも20も EN を消費しちゃうわ。ビームサーベルでそれは重いな。通常版ハプム01は40、マップ版も60と結構ね。弾数制のシャイニングエッジがなかったらもっと厳しかったわ。調子に乗って打ちすぎないことだな。続いては初参戦となったスパロボ Z よ。初参戦はそりゃ目立つよな。スパロボ Z はシードデスティニーが話の中心になってて、原作通りに進むか、行く展開に進むか終盤で分かれていくわ。そのため目立つ場面は多いわね。機体性能の面ではどうだ？まず他と違う点として、セイバーガンダムが使えるってこと。アスランが最初乗ってたやつか。他のスパロボでは出てきてもイベントだけとかで、自分で使えるのはスパロボ Z だけね。それも不思議だな。このセイバーが結構使いやすくて、P 武器で射程4まであるアムフォルタスが全体攻撃属性なの。小体性のスパロボ Z ではかなり強力ね。全体攻撃の有無は大きいな確かに。しかし、原作通りにインフィニットジャスティスになると、トライチャージ以外全体攻撃がなくなってしまうわ。それは、かなりの弱体化と言えるんじゃないか？正直、運用方法はかなり変わるわ。ハプム01やシャイニングエッジなど、射程も長い優秀な P 武器と、ミーティアやストライクフリーダムとの合体攻撃を活かしていきたいわね。そうなると、育成も最初から考えておきたいな。セイバーは射撃寄りなので、そっちに寄せて育てると、後でがっかりしちゃうかも。ただセイバーから改造を引き継ぐので、改造しとくのは問題ないわ。それは安心だな。アスランの方は、小隊長能力が移動力をプラス1するというもの。そして精神では迅速を覚えるわ。足の速さは段違いね。移動力があるってのはシンプルだが重要なことだな。そして援護攻撃はレベル4まで成長するわ。主力というより、サポートに向いてるのか。小隊員としても優秀だわ。なので、ストーリー上の目立ちと強さ的な目立ち方。その組み合わせで活躍としての評価は変わるわね。今回は高めにしたんだな。やはり全体として、ストーリー上の目立ち方を評価したかったわ。今回1位はスパロボ L とさせてもらったわ。ほう、その志は？トータルのバランスが良いわね。武装の性能自体は系と大体同じだけど、グリフォン2が消費 EN40 に抑えられてるわ。まあ系よりは多少は打ちやすくなるか。また、合体攻撃自体のダメージが非常に高い作品で、
コンビネーションアサルトだと無改造で7000も出るわね。これ持ってるってだけで評価は高いわよ。ほんと携帯機の合体攻撃は強力だな。そして機体ボーナス、運動性と格闘武器の攻撃力、そして宇宙適性。これは一部の射撃特化機体を除いて、どの機体にもありがたいわね。スーパー系ならみんな欲しいボーナスだな。それから大事なのがアスランについて。デスティニーのアスランは序盤力を抑え気味で、シードも控えられてるの。スパロボでも仲間になってしばらくはシードが使えなかったりするけど、エルのアスランは最初っから使えるわ。シードの有無はかなり大きいだろ。ダメージが 1.1 倍、命中回避 20% プラス。これが発動するかどうかで強さはだいぶ違ってくるわ。加入からすぐ活躍できるってことか。今作のアスランは魂じゃなくて熱血なので、最終ダメージはキラに軍配が上がるわ。しかしながら、トータルの使いやすさはインフィニットジャスティスの方が上ね。何より、パートナーとして優秀ってのがあるわ。誰と組ませてもいいってことだな。単独でめちゃ強いってより、どんな場面でも常に役に立ってくれる。そんな目立ち方かしらね。変に癖がないのが良かったな。雑魚相手なら余裕だしね。というわけでランキングはここまでだけど、どうだったかしら？今回ランキングつけるの難しかったんじゃないか？そうねー。インフィニットジャスティス自体突出して強い機体じゃないし、かといって弱くもなく、評価ポイントが難しかったわ。しかし作品によっては召喚武器の一部か。最初にも述べたけど、タイマンならかなり強い機体なのよね。その辺スパロボでも再現されてて、格闘でガンガン戦ってけるような機体になってるわ。今後もその強みがもっと見てみたいぜ。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。